本日はよろしくこういうふうにインタビューできる機会を設けていただきまして本当に<や>ありがとうございます。えっとまあ元スピードスケーターということで、はいはい、どういう気持ちですか、うん、まあ今引退なさって何年ぐらい経つんでしたっけ 2> えーまあ、2年なんですけど、はい、やっぱりこの現役時代やってて、うん、現役を離れたからこそ

まあ練習をまあすっごいするっていうのはもう本当当たり前で。いざ離れて自分がやってたことを考えると、はい、すっごいことしてたなって思いますね。やっぱりそう思われるんですね。はい、やっぱり。自分が実際してたわけですもんね、それを。やってた時はそれが日常なんですよ。うん、はい。いざ離れると、本当、うん、すっごいことしてたなって思います。じゃあその日常について聞きたいんですけども、はいはい、当時の日常だったその練習。はい。 具体的にはどういった感じなんですかああ、それはね、あの、皆さんが想像されるよりも、もっとすっごいしてました。へえ。はい。例えばですよ、あの、二部練習とかあるじゃないですか、午前して、さらに午後からもしちゃうみたいな、やっぱそういうのをイメージするんですけども、まあ実際にはどういった練習だったんですかもちろん午前もすっごいしますし、午後もすっごい。 びっくりしてましたね。えー、でもでも、はい、冷静に考えるとすっごいことしてたなって思うんですよ。それ、まあ、でも実際してたわけですから。してたんですよね。2>, はい、2年離れると、はい、この客観的に見れるんですけど。はい すっごいことしてるなって、現役の子たちを見ると思いますね。え、はい、すっごいことしてるって今の現役の選手と、うん、あのー、今その当時やっていた練習ってのは一緒なんですかああ、でも、時代でしょうけど、僕らの頃はすっごいしてました。え、はい。え、じゃあその当時の時代の練習ってのはどんなんだったんですかえっとね、はい、とにかくもうすっごい練習してました。ええ、ええ、ええ。あのね、 もう本当にね、あの、すっごいことしてたなと思うんですよ、ねはい。えっと、っ具体的にはどういった内容だったんですか。えっとね、はい、あのー、だから、今やれって彼に言われたとするじゃないですか。はいはいはい すっごいやってたんで今やれって言われたら僕はちょっと断りますねえ断っちゃうんですか断りますだってすっごいしてましたからえそのすっごいことってのはどんなことなんですかえっとね本当にスピードスケートじゃないですかあの氷の上をあのスピードでまた移動してるわけじゃないですかはいはいはいそれってすっごいことじゃないですかいやいや本当にすごいことですそれをできるようになるためには何をするかって言ったらそれもすっごいことしないとダメですへえ具体的にはすごいことってのはどのようなことになるんですかねだからももう朝すっごいして すっごいして夜もすっごいしてもうね毎日すっごいことしますよじゃあんか一つずつ聞いていくと例えば時間何時から何時が練習なんですかあでも起きてからもうすぐすっごい練習しますねはいはいはいえっとだからざっくりかうとこれね難しいんですけど厳密に言うとこの寝てる間もんかこの脳はんかこのスピードスケートのこと考えてるんでもうもう丸一日すっごい すごいことしてます。はいはいはい。すっごいやってます。で、練習内容ってのはじゃあ具体的になんですけど、具体的に聞きたくて、具体的にはどうなってるんですかうわ、すっごいすっごい。語彙力どうなっとんねん語彙力どうなっとんねん何力握力語彙力知らんのかい何ですか語彙力。ああ、いや、結構筋肉はまだ残ってますよ。力イコール全部力系けや思てる。はい。肉体的な。すっごいやってたんで、僕。はい。 だから具体的にどういった練習すっごい練習してました。だからそれ言えよ具体的に。すっごいことです。すごいじゃなくてこういう練習してましたとか。あ,あ、具体的にってことですかはい。は、えっ、ー、と、本当にすっごいしてました。それやめろお前すっごい貯めて言うただけやんけ今。何今も現役みたいな格好しとんねん。もう、抜けないですね。すっごいことやってたんだ。だから言えよ具体的にどういったことなんか。だから、あ、 すっごい練習してたっていうのを具体的に言うってことですよね。だから、すっごい練習してた。すごいの言い方のボキャブラリーいらんねん。ああボキャブラリー欲しいね、言葉の。ああ言葉のボキャブラリーくれ。ボ,ボ、ボキャボキャブラリー知らんのかいなんかの栄養素ですかえお前、カタカナ全部お前栄養素やもとんかい。わああ、ごめんなさい。<laughs> プロテイン知ってますよね。もちろんもちろん。はい。すっごい飲んでましたよ。はい。すっごい飲んでました。すっごい練習した後に、すっごい飲んでました。え、どれぐらい飲まれるんですかすっごい飲みますね。へえ。はい。食事とかもじゃあ大変だったんですかすっごい大変でした。はい。ええ、どれぐらい食べられるんですかすっごい食べます。すっごい管理もしますし。じゃ具体的に。とすっごい寝ますよ。はい。ご飯を何倍ぐらい食べるとか。ああ、結構ね、すっごい食べます。やめろそれお前。語彙力どうなっとんねん。 何語彙力あ、握力え何力あ、ここの力ですかはここ挟む力。はすっごいですよ。えここ挟む力聞くわけないよ。なんなんここ挟む力って。すっごいですよ。どうぞ。今ので。よいしょすげえはっああはっすっごいすっごいこれですかこれ語彙力ちゃうから。ああ、違うんですか言葉のボキャブラリーやから。ぼ、ぼきょ栄養素なめかだから全部栄養素はもうね。 そのね、すっごい忙しいんで、今。はい。お前、どこの現場でもすっごいすっごい言ってんちゃうやろな。よろしいですか。次は何の番組の取材なんですかああ、すっごい番組です。はい。この番組は何なんですかああ、すっごい番組ですよね。ああ、じゃあちょっと向こうのがスケール落ちるかすっごい番組です。はい。ゴールデンだ。あ深夜だもんね。すっごい番組して。すっごい番組ゴールデンだ。行ってきます。はい。あらしゃありがとうございました。お蔵入りだわ。 現役離れてすっごい立ってますけど、当時のことはすっごい思い出します。すっごいことしてたなって。ぜひ読んでください。フレフレネタサロン。フレフレネタサロン。フレござらんか<れ>ござらんかフレフレジャルジャルに興味あるやつ、ネタサロン。 入りたい人ござらんかござらんかふれ、ふれ、ぬざさらん。ふれ、ふれ、ぬざさらん。お江戸の町で待ってござるやったー、はい、すげえ。すげえ。<laughs> すっげえ。これはもう二度とできへんやつや。<laughs> ジャルジャルタワー